どうも、東京挫折組でございます、矢野と瀬戸でございます。よろしくお願いします。どうやら今日はちょっと瀬戸さんが TikTok を撮りたい動画がある。ネタ自体はたくさんあるってことね。そういや、今ね、本当におかげさまで東京挫折組の YouTube の方も登録者がね、3万人を突破しましたね。本当に皆さんありがとうございます。あ、それのパーティーでもよかったな、今日ね。はい、ピザぐらいさ、なんか3万人記念でさ。なんであなたがピザ食べれるのよそのパーティーをするよりも君の TikTok を伸ばす努力です。で、皆さんね、フォローしてください。瀬戸さんの TikTok、 東京挫折組瀬戸という名前でやってますんで。これ絶対してよ。ええ、本当にしてください。今フォロワーが何人ぐらいですか？400人ぐらい。403、ちょっと11人減って380、11人減ってるじゃない。ぜひね、ライブ配信もぜひ皆さん TikTok 登録していただいて、お互いブーストしていこうということで、今日は瀬戸さんの TikTok ということで、今日はどんな動画を。世界一ポテトチップスを汚く食べる男っていうのをネットが撮ってる。なるほど。これは何、あれ誰か撮ってくれるの、これ、それとも自分で撮るの、これは。なんか一人で撮れるじゃねえかってさっき怒鳴ってたじゃない。いや、怒鳴ってない。でも嘘だけやめてください、本当に。何一つ怒鳴ってないですよ。やっぱ画角とかが大事ですよね。その画角でいいんですか、瀬戸さん。あ、まあでもいいんじゃない、これ。で、どういう風にね、ちょっと映ってんのか。ああ、まあまあまあ。いや、でももうちょっと顔アップの方がいいのよ。だから撮ってほしい、やっぱ。だから俺もわざわざそれ、髭残しといたんだから、汚く見えるように。それより寝癖の方が気になりますけどね、僕は。まあまあ、それも残しといたな。動いてもらった方がやっぱり躍動感出るわ。それはもう任せるわ。ちょっと待ってください。これも僕も、もう本気でやらないと瀬戸さんに失礼ですから、ちょっと一回カメラ、もうちょっと引きでいいですかね。ちょっと待ってくださいね。だからこの丼だけちょっと、触りたくなかった、今。これ非常にね、ごめんなさい。これだから今、撮れてますから、最初、顔面アップから始めますよ。いきますよ。約1分ぐらい撮りましたんで、まあやろうとしてることは、でもこれね、本当わからないです、何がバズるのか。結構その編集次第でどうにでもなるというか。俺だからもう本当にその素材の面白さでいきたいの、本当はね。ああ、なるほど。自分が思ったことをやればいいんです。もちろんね、研究することも大事。こういう方が。あ、それは知ってるわ、ちゃんと。見たくもないようなやつらの見てるわ、ちゃんと。それ誰ですか、具体的に。名前も覚える価値もないよ、そんなやつは。ね、瀬戸さん、もうね、やめてください、35とかになって、とがんの。きついです。だってあなたインフルエンサーになりたいでしょ。だってあなたインフルエンサーになりたいよってなったら、瀬戸さん尖っちゃダメなのね。やっぱり意外とロジカルでもあるらしいんですよね。そのやっぱり理由があるというか、全てだから。なんならもうこぼした直後から使ってもいいと思います。あ、じゃあちょっとこれ今撮ってよ。これこぼしてるの、食べてるところ。あ、はい、もったいなかったな。いや、ちょっと瀬戸さん、いや、カメラの指紋認証から。ベタなんだよ、それ。後でいいってよ、それ。だって取れないですもん、だって。そうしないと。もう一回ちょっと電源つけてちょっとじゃあ。電源つくのめっちゃ遅くないですか、これ。全然つかないですよ。これどこの会社が出したアンドロイドなんですか、これは。中小企業じゃない。中小、いや、まあ。これは画角とかのご希望はあるんですか、なんか。あ、だから顔をいっぱい映してほしい。いきますよ。まあ今も30秒ぐらい撮りましたけど、今日はもう1本ぐらいなんか撮りたいのがあるって言ってましたよね。思った以上に汚れたから、もうなんか疲れたよ。ん？終わりでいいんですか？せっかくだからやるかね。お、昔の君だったら終わってたね。成長してんの、やっぱ。もうちょっとだけ食うわ、あと3分ぐらい。3分食う？次の動画はちなみにどんな動画なんですか？次はおにぎりをなかなか開けられなくて、はい、で、ブチ切れて潰すってやつ。なんだっけ、海外で人気ある人いいんじゃん。純也。あ、純也さんね。あの人の、リスペクト込めて。まあ、純也さんの TikTok も1年ぐらい上げてないですけどね。あ、何やってんの？純也さんも YouTube です。で、ちょうど TikTok 空いてる状態でしょ？純也枠が。純也枠。
入院枠空いてるわけだからそこに入り込むわけだね。なるほどなるほど、あそれはいいと思いますよ。じゃあこれ引くじゃん。うん、それ引く。これがなかなかうまくいかなくてイラついて、でここに置いてバーンってやって、オチはどういうオチなんですか。そのでもこれ開かないってことなんだから、あれ食えないよね、これフィルムかかった状態だから。ああ、だからあの食えたら食う、あのこぼれてたら食えたら食うってどういうことですか。じゃあ一発勝負だ。まあそうだ、ね、じゃあもうこれカメラワーク結構難しいですよ。じゃあまずはあなたの顔を映すってこと。まずどっから映せばいいの。顔が欲しい、ね、まず顔が欲しい、顔を映すと。で次おにぎりいきますか。引くところ見して、まあ、向けないようにするから。あ、じゃあもう全部そのなんか余計な演出いらないですか。そのなんていうの、まず顔アップしてからのここを写してあなたが撮って。あ、そっちの方がいいかもしれない。これね、一つね問題があって、これテーブルが汚すぎるっていうね、このまあここまで汚いと逆にいいかも。うん、でしょでしょじゃない、でしょではないですよ。じゃあもうこれもカメラワークが非常に重要になってきますから、皆さんちょっと待ってくださいね。定点でいきますから。なんか瀬戸さんおにぎり見てる感じの方がいいですよ。あ、笑ってた、純也笑ってたんだ最初。あ、じゃあ笑います、はい、じゃあいきますよ、練習しますよ。最初笑ってる、おにぎり写す、で手に取る、うん、で、うん、できないできない。あ、ここで潰すんですね。わかりました、じゃあタバコとかも映ってない方ですね。じゃあもういきますよ。まああのちょっと確認してみてください。まあまあちょっと見てみる。あんまカット必要だね、やっぱこれ。まあでも最後食べてる感じはいいね。あの中開けてましたって。落とさなかったらむちゃくちゃ良かったで、あとは向けないさ、あの演技がちょっと下手すぎたのか、俺は。あ、まあいいよ、いいよ。下落としたの大きいな、これ。いやだからこの叩き始めのとこからやればいいじゃん。ああ、カットしてね。はい、カットして。カット入れてる動画あんの、そんな。こんな短いの。全然ありますよ。いやだな、キラキラ SNS だと思ってたら、汚いな、壁とかも。いや、汚いって。それ無理だよ、キラキラ SNS。な、そのね、あの、勘違いしないでほしいんですよね、その。自分をどこに置いてるんだっていうね。まあでも、ありがとう。じゃあ今回はこの2本だから皆さん見てくださいね、ぜひね、これ本当に。まあ、本当フォローしてちゃんと見てくださいね。そう、これ見て、瀬戸さんの TikTok 概要欄に貼っときますんで、皆さんぜひぜひフォローよろしくお願いします。ぜひね、まずは目指せ1000人ということで。いや、そっからよ。ありがとうございました。瀬戸さん頑張っていってくださいね、本当に。頑張ります、また、本当にお願いします。また見てください。はい、ありがとうございます。東京挫折組です。おいしょ。どうも、どうも。